コウジさんこんにちは。動画でのメッセージありがとうございます。今回ね、私コウジさんに、まあ押し付けがましいんですけども、お願い半分、プレゼント半分なんですよ。というのが、お送りしたプレゼントからもお分かりいただけたと思うんですけども、ビールなんですよね。ビールで新しいタイプの缶ビールが出たってことで非常に興味があったんですよ。というのが、天井をパコンと開けると、通常ですと飲み口ってこんなちっちゃいじゃないですか。でも今回ね、なんで今までなかったの、ジョッキーサイズで穴が開くんですよね。いや、これはね、かなり美味しく飲めるんじゃないかなと。特に私なんてね、口が大きいですから、ガブッと飲みたいわけですよ。でも缶ビールだとちょろちょろしか飲めないんで、やっぱりね、瓶に開けて飲もうみたいな感じだったんですよね。で、最近はね、ビールお酒の類をほとんど飲まないんで、これね、1ケース単位で買うことになっちゃうんで、1本単位で買えないじゃないですか。ですんでね、私はちょっとケースでは消化できないんで、コウジさんにぜひね、このね、新しいタイプの缶ビールのレビューをね、感想を世の中に広めてほしいなと思いまして、ちょっと私からのね、半分プレゼント半分お願いでございました。多分今晩あたり美味しく飲めるんじゃないですかね。キリッと冷えてるんじゃないですか。なんか私ちょっとビールの価格には疎いんですけども、これ結構高いんですかね、今回のビールってのは。なんか普段の倍ぐらい値段がしたような気がするんですよ。普段、発泡酒を買ってたのかビールを買ってたのかちょっと分かんないんですけども、まあでも、そのお金のことはどうこうじゃなくて、あ、結構ニュータイプでいいやつが出たのかなと思ったんでね。もし価格が上がってるようでしたら、それだけ価値のある商品であって、最初出荷本数が限られてるみたいなんで、早めに手に入ってお送りできてよかったなと思っております。コウジさん、ちょっとね、ご無理申し上げますけども、どっかでね、ビールの紹介をしていただければきっといいんじゃないかなと。何がいいかっていうと、ビールを紹介したら、なんかちょっとね、飲んでみようかって人も増えるんじゃないかなと思いましてね。ちょっと私は全然飲まないんですけどもね。ということでございました。で、非常に丁寧なメールをいただきましたね。非常に過分なお言葉でございました。久保哲郎氏と出会い、また速稼塾に入塾させていただいたことに感謝ですと。リアルに存在、または YouTube 内に多数ある有料サロン、宣伝に出てくるサイト等の中から速稼塾を選んだ自分にも褒めてやりたい気持ちですと。これからも変わるの付き合いよろしくお願いしますと書いてますね。こちらこそです。コウジさんに出会えて私も大変嬉しく思っております。それではビールの方ね、お楽しみいただきながら、よろしかったら感想を動画でしていただけるといいかなと思います。それではよろしくお願いします。